レベル1鼻で笑う。今一番痛いんですよね。ありがとうございます。すいません、収支計画、まあ、いるらしいですよね。そこに加えて、弊社もブランド横断での EC サイトっていうところも構築していきたいな。そこは、まあ、8割ぐらい。そのタイミングに行くのが、やはり、その、まあ、9期目とか。10期目ぐらいになってくるかな。そこは、まあ、ちょっと僕の考えを申し上げますと、まあ、中間みたいな形ですね。はい、それから、最後に僕から、全く関係ないこと一つだけ。あ、はい。はい。あなたの喋り方の中で、すごい癖があるのって自分で気づいてますか、はい、なんか人に言われたことありますか。いや、あまりないです。ないですか。はい、もしかしたら、この方々も誰も今気づかないかもわかんないけど、僕は最初から、すっごい一つ気づいたことがあるんですよ。僕もありました。ありました。抑揚がないです。違うんです。いや、ずっと笑うんですか。はい。あ、そう。あ、気づいた方、見ます。ましたよ最初の段階から思ってました。そうだからね、これね絶対すっごい直すの難しいの、きっと。ここまで生きてきて29年、はい、でも凄まじく笑うよ。これって本人のこれからのためにも直せるんだったら直した方がいいですよね。いや絶対直した方がいいですよ。真面目に伝える気があるのかなっていう誤解を招くから、はい、ちょっとなんか鼻で笑ってるような笑い方なんですよ。そうなんですよ。それは確かに最初のから気にはなってたんで、はい、そこはなんかご自分で、でも客観的に映像とか見るとわからないことたくさんあるんで、はい、一旦このタイガーマンディングの配信見たら直した方がいいと思います。わかりました。そう、多分ね、今まで、まあ、こういう機会でも少しはあったんじゃないかなと思うんで、三浦会長おっしゃるように、全然悪気ないんだけど、時々小馬鹿にしてるような笑いに聞こえるんですよ。なんだか、え、なんでそこ笑うのみたいな。それすごくありました。ありがとうございます。はい、頑張ろうね。レベル2話かぶせる。プロフィールがやっぱ突っ込みどころ満載ですね。あ、やっぱそうなんですね。ね、まずね、はい、連続起業家、投資家とかって書かれてたら、確かに、まあ、少なくとも、はい、億単位のバイアウトを何件もしてるっていうのは連続起業家って感じがしますよね。けど、ね、お金はないです、カフェ代で使っちゃいましたって書いてあるし、はいはい、カフェで使い切れる金額じゃないよね、連続起業家はね。確かにそうですね。まあ他にもあるんですけど、はい、あとは単体で月商100万円から400万円を切った月はなくっていう書いてあるんだけど、はいはい、それだったら月商100万円を切った月はなくって書かないといけないよね。あ、100万円から400万円を切った月はなくって言ったら、はい、400万円切ったことあるじゃんっていう風になるから、ね、ね、これも盛りすぎだよね。盛りすぎ、そうですね。だからかもしれないです、ね、全体的になんかすごいだろ、すごいだろっていうね、はい、若いからまだ実績が少ないからかもしれないけど、はい、ちょっと地に足をつけて、いや今でもこうやって行動してて会社を作って、はい、それはすごいんだから、はいはい、あのズームの面談の時も言ったよね、人が喋ってる時に言葉をかぶせるのやめな、はい、絶対気分悪いから、はい、だから言ったよねこれ。言いました、伝えました、ごめんなさい。ずっと喋ってんなんだ、はい、性格なんだろう。レベル3カフェ代全部使っちゃいました。あ、そうか、使っちゃいました、いろいろあって、はい、カフェ代とかカフェ買ったんだ。カフェ、いや、カフェ、カフェと、あとご飯代とか、あとブランドもんとかちょっと感じですね。キャバクラは？キャバクラ一切行ってない。はい、キャバクラ行く生産性ないなっていうふうに僕は思ってるので。キャバクラ行かずによく使えたね、逆に。いやいや、気合でなんとか。キャバクラ行かずによくそんなにたくさんお金が使えてねっていう話だよ。何に一番使ったの？あと FX とかで溶かしちゃったとか。ああ、再投資しようとして、ね。そうですね。それ溶かしちゃったってのね、ブランドものと FX があるのに、はい、それを先にカフェ代っていうところがダメなんだ。そうだったら FX とブランドものを先に言うべきなんだ。はい、おかしいなと思ってこう掘って掘って掘ったら出てくるんだから。そしたらこれからお金なしでそんな悪い情報が後から出るんだなって思われるよ。わかりました。そういうとこ。はい、ごめんなさい。レベル4白魔導士。魔法の研究をしたいと思っていまして、一番下の方ですね、結界魔法っていうのがありまして、昨年の10月から1月までの間に日本全体に結界を張りました。です。はい。でその時に何が起きたかというと、同時期に新型コロナウイルスの感染者数が激減したんですね。東京都だと2桁ぐらいまで行ったりした時があって、まあ、何かしら作用があるのかもしれないなと思っていて。ちょっと待って、もう一回いいです。2021年10月から、2022年1月中旬までの3ヶ月の間に日本全体に結界を張ったんですか？はい。堀さんが、はい、イメージしてこう広げていくような感じで。そうですね。まあ、その時やってたのは召喚魔法をやってたんですけど、はい、召喚魔法の実験をしている最中に日本に危害が及ばないように結界を張ったっていう形だったんですね。で同時期にちょっと感染者数が激減したと。召喚って言ったらなんかその、まあ、あれですよね、ま、魔獣みたいのが出るってことですよね、はい、どんなのを呼び出そうとしたんですか？リバイアさんとかいろいろいるじゃないですか、フェニックスとか。いわゆる悪魔召喚ですね。デーモン、はい、デーモンの召喚、はい、ただそれは、宗教上の話であって、もともと神様であったのが、例えばキリスト教だと一神教がゆえに堕天させられて悪魔というふうに扱われていて、もともとはその神様であった人たち、みんな神様で、一応召喚した結果いい人たちでした。でそのために、自分のところに危害が加わらないように結界を張るっていう感じでした。一応そういう術式がありました。
あ、じゃあ呼び出したいけど日本も守りたいから結界張ってくれたんですね。はい、そうです。あ、じゃあ守っていただいてありがとうございます。でもしかしたらこれができるのであれば、はい、激減させれる可能性があると思っていて、ちょっと研究がしたいと。え、何をですか？コロナを。そうですね、気象魔法っていうのもありまして、昨年2021年ですね、日本に台風が上陸して通過したのは1個だけでした。でそれが、私が魔法をかけなかったものなんですね。でそれ以外はちょっとこういっぱい来ても東へ西へこう反らせたりこう砕いたりしてバラバラになって温帯低気圧になっていたので、もしこれが、台風を壊すことができるのであれば台風災害をなくすことができるのかなっていうところもあります。あとは蘇生魔法ですね、寿命の延命というところで、私の父が3月末に他界したんですけども、一応余命を見ることができるんですね、私。でそれの時は、11月の18日だったんですけど、そこから4ヶ月間余命を延命することができた。ただその時は余命を過ぎているので私の、生命エネルギーから父親に渡していたっていう形なので、それを代替エネルギーで別のところにやればもしかしたら、エネルギーを使わなくてその人を延命させることができるかもしれないっていうところで、これを研究したいっていう感じ。この話が本当なら日本は堀さん保護した方がいいと思うんですけど、そうですね。なので さらわれないかどうかだけが一番のリスクっていう。そうですよね、なんか危ないと思うんですよ、こう YouTube 出ちゃって、なんかそう組織の人とかがなんかさらって、ね、悪用されないか心配です。その危ない、この回はお蔵入りにした方がいいかもしれないですね。レベル5顔芸社長で伊藤文学っていう。あ、そうなんですね。津田沼どの辺ですか？眠らない町船橋っていうぐらいに僕はしたいと。お金が欲しいんですよね。